はい、こんにちは。ブラックスクワット、チームデスマッチ、マップがタリーンかな、プレイしてきます。で、今回ですね、アップデートが入って、ついに M4 カスタムっていうのがね、出てきました。まあ、FPS じゃおなじみの AK、M4 みたいなね。まあ、AK はあったんだけど、M4 が今までなくてね、ついに追加。はい、AK47 自体もスチーム版が初かな？はい、ということで M4 カスタム、アタッチメントが作れるようなレールが乗ってますね。結構後期型の M4 かな、これは。ということでね、なんかガチャやったら当たりましたっていう感じです、これは。あー、なるほどね。はぁ、あ、はぁはぁ。撃った感じ、連射力がちょっと低いような、まあ何と比べてたの？ MDR と比べるやつです。MDR と比べると、やや連射力が低いけど、威力が高いみたいな、そんな感じかな。ブレはね、ちょっと使ってみないと何とも言えないんで。さあ、ガンガン突っ込んでいく。さあ、タリーン。もう結構なかなか面白いマップではあるんだけど、ヘッド抜いていく。で、リロードして、ちょうど今ね、ハロウィンイベント中なんで、おーっと、リロードが間に合わず、射撃が遅れてしまった。ハロウィンイベント中なんでね、エフェクトが激しいですね。おっと、手前の敵を。サクッと倒して、おお、びっくりした。一人やって猫決め打ちするが敵がいない。さあ、ここの奥をおっとーんとやってきて、危ね、ちょっと一回、お、意外と出てこない。お、マジか、負ける。これ T90 に火力負けしてしまう M4 いないな。あそこ結構スナイパーいるんでね、決め打ちしたらヘッドショット出たりするんですよね。さあ、ボムの中、おっと危ない、もう一人。さあ、もう一人なんとか倒して、ライフは6だ。さあ、残り少ないライフで何ができる。角待ちぐらいしかできないかな。まあ、有利ポジションから頭1個出して敵を狙っていくが出てこない。さあ、来た、1人で、角待ちっすね、ここ。油断してると食われる。さあ、あ、2人来たバレちゃったお、あ、え、俺の M4 を持っていったな。そんなに使いたいか、 M4。 まあ確かにな、今のところガチャでしか入手ができないんでね。さあ、サクッと、はい、始まったよ、クソエイム。さあ、もう一人、はい、お、胸、頭なんとか抜いていく。で、あ、裏回って、あいつの頭をサクッと、うわ、やばい、敵だらけだわ。今、目の前にいたのも見えたし、後ろにもいたのも見えた。いない。おっと、危ねえ。なんとか頭サクッと抜いて、火力勝ちしていく。ここはもう一人、ヘッドショット。まあ、ヘッドショット抜いても、ちょっとずつね、ダメージ受けるんだよね、やっぱり。ライフ半分になっちゃったら。あー、いた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 。ちょっと同時になってしまった。さあ、3分の1終わって、こっちがスコア10点リードしている。おっと、2位だ。なんとキル数2位か。ちょっとなんと1位取りたいですね。さあ、頭ポッと抜いて、もう1人、あー、くそ、奥の敵がちらついたせいで判断が鈍ってしまった。お、入ってきてるね、お姉ちゃん。このなんかスキン変わるのやりにくいんだよな。最近いろんなキャラが増えてきて見づらいんですよね。あ、足音聞こえる。さあ、出てくる。さあ、頭サクッと抜いて、もう一人、やばいやばいやばいこの M4 カスタム持ってるし。さあ、サプレッサー刺して、サプレッサーね、あー、チームデスマッチでサプレッサーつけてもあんまり、あー、やべ、やらしたよくないか。ちょっとつけよう。威力が減っちゃうんだよね。おおマジか、かぼちゃボムにやられてしまう。さあ、ちょっと追いつかれたかな。はい、あ、なんか音が聞こえるぞ。いたいた、一人やって、さあ、ここから入ってこない。感覚的に入ってきたと思ったんだけど、
さあ、どんどん突っ込む。はい、頭抜いて。わあ、もうチラ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 見てるね。お、ボム投げてきた。さあ、入ってこい。いた。よし、なんとか一人やる。ちょ、ライフが結構ね、やばいっすね。おおさあ、900、3分の2ほど終わって。まあ、10点リードしてるから、今んとこ大丈夫でしょ。おっと、びっくりした。ちょっとなんか、ビビるとエイムがブレるのなんとかしたいね。はい、手前。あー、うっそ。スカーにやられちゃった。M4 ね、どうだろう、どうだろうね、この銃は。まあ、使いづらくはないんだよね。使いづらくはないです。MDR と比べるとなんか若干 MDR と比べて暴れる感じがするね。あのフル音時めっちゃ弱い気がするな、この銃。まあ、F 量としてはね、MDR も弾散らばるんだけど、なんだろうな、5発目ぐらいからの散らばり方が結構癖があって、なんかちょっと慣れないかな。まあ、慣れれば使いやすいのかもしれない、ね、ちょっとしばらく使ってみましょうか。リロード挟んで、はい、一人やって、まだいるでしょう。おっと、ボム、ボム食らって、あー、ダメか。まあまあ、そこそこ暴れてはいるんでね、スコア的には大丈夫かなっていう感じですね。さあ、正面、正面突っ込んでいく。敵が、敵どこだ、いないぞ、敵が見当たらない。上、はい、一人、もう一人いる。味方が倒してくれる。戻って、おっと、びっくりした、びっくりした、やられてる。この P90 はなかなか厄介だ。何回か火力負けしてんね。おっと、あれね、おお、なんか目の前にオルが。ダメだ、こういう時に弱い M4 は。後半のフロートが結構ダメじゃないかな。さあ、二人やって、さあ、そこの手前のお姉ちゃん倒して、降りたところの敵はいないかな。さあ、また定位置について、出てきたところ頭抜いていく、もう一人。あ、ちょっと待った、ちょっと待った、バカか俺ひどかった、まさか裏を取って弾を当てれない。あ、終わっちゃったね。てな感じで M4 使ってみましたが、うん、まあまあ、今んとこ普通かな。うん、MDR と比べたらそんなに変わんないかもしんないね。ちょっとでも、あの、後半ね、フルオートで撃った時の後半が心配かなってとこです。まあ次行きましょう。